皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。ちょっと新聞に載っていた記事でね、気になったこと、これを取り上げてみました。三島市でね、中学校に校内支援室、こういうのを設けるそうです。三島市は新年度から学校に登校してきても教室に入れない生徒、こういう生徒をサポートするために校内支援室というのを設ける、こういうことが決まっています。開設校は市内の7つある中学校のうち3つの中学校で、その内容というのは、支援室には教職経験者を中心に、この常駐の指導者を1日6時間週5日間配置すると、そして子どものサポートをすると、こうなっていました。で、一人一台のタブレット端末、これを利用して通常授業との通信とか指導員との交流、こういうことができて、このことによって、早期の学級復帰、ね、教室に入れるようにみんなと一緒に勉強できるようにと、こういう復帰につなげると、このような内容でした。今やはりこう学校に行けない不登校のお子さんとか、学校には行くんだけど教室に入れないお子さんってやはり少しずつ増えていっているようですね。そのために学校とか自治体がさまざまな取り組みをしていると、三島市のこれはその中の一つだということです。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。